こちらは札幌市に住むトト君1歳、可愛らしい瞳が特徴的ですが、ある特技があるんです。おお、なんとボクシング小さな頃から手を差し出されるとすぐに2本足で立ち上がったというトト君。この日はご主人が雪かきしようとスキー用のグローブをはめると駆け寄ってきて力いっぱいパンチを繰り出していました。熱くなったトト君、しまいには反則技の噛みつきも。戦いの後は疲れ切ってバタン級のトト君なのでした。細かくパンチをしている姿も可愛らしいんですけれども、戦い終わってこう燃え尽きている姿も可愛いなと思いますね。